秋のジャケット、コート、アウターを一挙公開。これからね、あのお出かけの時にちょっと羽織るのにね、背の低い私でもちょっとあの長すぎないので、そうですね、バランス高くて軽いですよね。それにするとかなり色が、こんにちは。今日は、沖と鈴木と情報は山崎です。よろしくお願いします。本日のテーマは秋のジャケット、コート、アウターを一挙公開、お気に入りアウターを見つけようということで、はい、はい、ジャケット、はい、はい、今日はね、はい、ちょっと短い自分沢のジャケットをご紹介します。はい、じゃあ今のジャケットですね、ご紹介いたします。植物柄ストレッチジャガードジャケットです。サイズはフリーサイズです。お色味は沖店長着用がブラック。はい、はい、鈴木さん着用がベージュ、あとブルーですね、はい、の3色展開になります。お値段が 58,300円です。大変ね、着やすくて、ちょっとストレッチが入ってるんですよね、はい、これはね。そうなんですよ、レザー織りなんですけど、はい、ストレッチが入ってて、はい、すごく着やすいです。着やすいですよ。丈がね、ちょうどあのお尻がちょっと隠れるぐらいの丈になってるので、私161センチの私なんですけど、ちょっとかぶります。私151センチなんですけれども、まあ、ほぼかぶります。はい。ちょっと丸みのあるね、肩に肩の人でも低い人でもこの丸みのある形が綺麗に見えちゃう。私は今ボタンを閉めてるんですが、私はちょっとこう開けてこう来て、雰囲気がこう楽に着れる感じですね。色もいいですね。はいはい、お袖がちょっとパフすぎるんですね。ちょっと重たいですね。全体的に楽チンでいいと思います。これからね、あのお出かけの時にちょっと羽織るのにもね、シワにならなくてとてもいいと思いますし、ね、軽いですよね、これね、本当もっと横とかでもいいですよね。シワにもならないと思いますよ、これは。で、襟もこんな開いたり、そうですね、そうですね、はい、いいと思います、はい、ショートなのでとっても雰囲気がこう締めるとラインが綺麗でいいと思います。はい、ここだけ締めても可愛いですね。そうそうそう。ちょっとこうちらっと見えて、ちょっとこうポイントの色がね、これなんかもちょっと黒に、ちょっとベージュとか少し明るい色が入って、これなんかもね、はい、ちょっとこうオレンジが入ってますね。可愛い。ブルーはもっと色が綺麗に赤が入ってたりするので、おすすめです。はい、合わせやすいです。皆さんご利用ください。ポケットもね。ですよ、ね、いいですね、いいです、はい、スカートにもいいですよね。これだけだったらスカートでもいいし、ね、ワンピースの上でもいいし、ね、パンツでも普通の、はい、太いパンツでも細いパンツでもどちらでも合わせやすいと思います。はい、ご紹介いたします。植物柄ストレッチジャガードコートです。サイズはフリーサイズです。お色味は沖店長着用がベージュ、鈴木さん着用がブルー、あとブラック、はい、の3色展開になります。お値段は 62,700円です。これもやっぱり長さがね、そうですね、ちょうどいいですね、長さがね、やっぱり膝ちょっと、ね、私だと161センチなので、その膝ちょっと上ぐらいなので、もうバランスはとてもいいと思うんです。そうですね、背の低い私でも、ね、ちょっとあの長すぎないので、そうですね、あのこれぐらいの丈だととても着やすいですね、あの背が低いとすぐコートってすぐこんな丈になっちゃったりするのでそれを考えるとこれはすごい着やすいです。なんかこのストレッチがなんかやっぱりなんかいつもよりなんか多く入って、なんか綿 と、ポリエステそうですね、方法なので、はい、本当にこの伸び感はとってもいいと思います。楽チンです。でもちろん裏ないので、綿ポリっていうのはこの時期1枚でパッと羽織りやすい素材ですし、軽いです、そうですね、薄いです、ね、なのでまだ冬が来る前に、ね、はい、そう、でも冬着てもなんかちょっと暖かいの着て、そうそうそう、上にちょっと羽織ってもいいですから、あの皆さんね、割と
着合わせする人が結構最近多いの で、 あの中にちょっと着込んだりとかしてちょっと1枚着るのもいいと思います。早い時期からちょっと寒くなる時期まで着れます ね、 ですね。で砂糖繊維のねこの柔らかいニットなんかだったら中にたくさん着ていただいても全然ポコポコしませんので、ストールかそう素敵けてもね素敵素敵ぐるぐる巻いてねいいと思いますやっぱりその季節的にも秋雨前線がどうのこうのとか季節の中に雨があったりするそうね、やっぱりこういうちょっと一番あるとやっぱりね、こういう素材がね、まあ、あんまり濡れていいっていうあれもないんですけれども、ちょっと安心して着てるから、ね、ちょっとお天気分かりやすい。これだったら本当オールマイティーもずっと着れそうな感じです。でこの丈ってやっぱり短い丈は短い丈の可愛らしさがあるんですけど、この丈はこの丈の良さがありますね。すごく。すごくすごくなんかこのコーンもすごく可愛く着てる。もうなんかコーンって私あんまり着ないんですけど、ね、なんかこれはすごくこうブルー、ね、ブルーっていう感じのちょっと明るい色とね、ですよね、コーンが入っててね、すごく可愛いです。すごいいいと思います。襟の感じもいいです。いいですね。ちょっとしてますよね。でちょっと今年はちょっと白っぽい感じの合わせとしてまあ。ね、ワントーンみたいな感じでこういうちょっと明るい色同士で合わせるのもどうかなと思ったので、そうですね、ね、ちょっとグレーグレーで、でもこれもいいかもしれないですね。全部が柔らかくてね、こういうフードがいいかなと思います。と、はい、冬も明るくていいと思います。いいですね、またこうインパクトのあるストールを ね、 ね、そうですね。あ、そうね。綺麗な色のストールなんかしてもいいですね。あとカードの持ち方だったりとか、皆様。楽しんでください。楽しんでください。それでは着替えていただきました。はい。あったかいものになりました。季節がね、またちょっと進んでいきましたのでね、ちょっとあったかくなりかかった時、はい、あ、寒くなりかかった時にあったかく着れる、はい、薄手の軽いコートのご案内です。お願いします。はい、ご紹介いたします。袋リバーシブルチェックジャケットです。サイズはフリーサイズです。お色味は沖店長着用がブルー、はい、はい、ございます。鈴木さんが着用がブラック、はい、ワートブランの3色展開になります。お値段は 78,100 円です。鈴木さんの上下でかっこいいじゃないですか。結構いいですよね。あんまり上下ってどうなのかなと思ったんですけども、すごくよく似合える、かっこいいですよ。暖かくてやっぱいいですよね。暖かくて軽いですよね。私もちょっとねグレーに綺麗です。ちょっと紫っぽい色の、うん、そうなんですね。ちょっと紫がかった、はあ、ちょっと綺麗な色です。毛羽立ちがちょっとねあって、はい、このこういうちょっと、ね、毛羽立ちがあって暖かい、薄いんですけど暖かいです。あとこれはリバーシブルで着れるのでちょっとリバーシブル着てみます。はい、着てます。今は紫とこのイエロー系ですね。はい、あとブラウンはこのブラウンな感じですかね。ブラウンはですねちょっと赤っぽい色が入ってます。オレンジですかね。赤い色ですね。これもいいですね、はい、ちょっとオレンジのかかった感じ茶系です。柔らかいですね。そうですね、裏はやっぱり綿素材なのでさらっとしてて、そうです。で、見た目が変わりますね、はい、やっぱりちょっとウォーム感があるのはこちら側で、こちら側だと少し若干薄手に見えるので、その時の気温とかお天気によってちょっとこっち側のコットン場にしてもいいし、ちょっと風が冷たい、ちょっと寒いかもっていう時にはちょっとウォーム感もあるように結構、はい、晴れの日と曇りの日はい、使っていただくのが便利ですよね。いいかなと思います。そうですね、はい、だけもちょっと気持ち長めですね。そうですね、ちょっとね、だからやっぱりもうちょっとパッと羽織れる、コートまで着張らなくてもパッと羽織っていただけるね、いいですね感じで、これお買い物とかにも便利だと思いますね。あとちょっと長めのこうニットなんかに合わせてもいいですし、今日はちょっとねブーツなんか着ましたけど、これちょっとブーツの感じでちょっとフォーム感を出して着てるのもいいかな、ね、あの持ってまだこの時期はちょっと脱いだり着たりとか、ね、調節がいろいろあるんですけど、こういう短いのだともっと歩くのも簡単ですね、 いいですね、はい、長いコートだとやっぱりちょっと脱いだり着たりっていうのがだんだん ね、 そうですね、そういう時の前にちょっと着ていただけるかなと思います。
それではコートの方に着替えていただきました、はい、いいですよ、はい、お願いします。はい、こちらもご紹介いたします。袋リバーシブルチェックコートです。こちらサイズはフリーサイズです。お色味は沖店長着用がブラウン、じゃ鈴木さんご着用がブルー、あとブラックの3色展開になります。お値段が92,400円です。先ほどね、はい、ジャケットを着てたんですけれども、それのそれぞれの裏と同じになってます。なかなかね、このロゴでね、このロゴはいいですね、この色で、うん、うん、まあ、裏地ではなくてあくまでもリバーシブルなので、ですけれども、こうちょっと裏見せ感みたいな感じでもロングだとなかなか迫力があるかなと思うんですよね。長さもね、ほんといいですよ。軽いし、ほんと軽くて、なんかちょうどこの綿のこの肌触りが、あのなんかこう優しい感じにこういう風に体に当たってね、でチラッとこの裏地のね、色が綺麗なのがね、すごくね、うん、あのこのスーツのバランスがいいですよね。色もいいですね、ね、素敵です。あとお袖なんかもちょっとこう折ってね、見せる見せるのもいいかもしれないです。こういうちょっと裏地を裏見せる、裏見せいいと思います。で、やっぱりコートって普通一般に考えるコート、ウールコート、重たいコート、肩かっちりコートっていろいろあると思うんですけど、本当にうちのさっきのジャケットもコートもそうなんですけれども、コート着てるっていう概念がないね。軽い軽いです。本当もう結構肩なんかあるんですけど、この辺がねやっぱりすっごい柔らかくて軽くて着やすい。でも何しろもう軽いのはもう一番やっぱり出番が多いですよね。着ててかっこよくても肩苦しいとか重たいとかってやっぱり着なくなってくるんです、だんだんね。なのでやっぱりこういう気軽に羽織れて軽くておしゃれで可愛いっていうのは出番が多いですよね。はい、鈴木さんすごい、でもバランスもいいですね。長さいいですね。私ちょっと長めだと思うんですけど、身長でも全然それ長すぎないんですよ、ね。でこれぐらいの身長でこれぐらいのバランスできても、ね、いいです、はい、全然ちょっとこうシャトレーとかって感じでいいですよね。そうですね、紫もちょっとこう入ってるような雰囲気の、はい、可愛いですね。すごい綺麗な紫なんですよ、ですね。紺苦手だって言ってましたけど全然違和感全然ないですね。いいと思いますね、はいそれでは着替えてきていただきました、はい、こちらの商品情報をご説明しますね。圧縮リバーシブルニットコートです。サイズはフリーサイズです。お色味は沖店長着用がブルー、鈴木さん着用がベージュ、あとブラックの3色展開になります。お値段が64,900円です。これね、見えづらいですかね、実はですね、微妙に色が、ね、変わってるんですね。分からないかもしれないんですけど、お袖のところとね、はい、微妙 に実は微妙に分からない、分からない。でこれも表面はこれ無地っぽくほとんど見えるんですけど、やっぱりこれはリバーシブルなの で裏にするとかなり色が、そうなんです、ね、そして面白いでしょ。袖を折ってみました。右と左のね、色がね、そう違うんですよ。これはなぜかというと、こういう感じです。リバーシブルだからですよ。これリバーシブルにした方です。はい。で、鈴木さんとリバーシブルすると、はい、もうカラフルになりましたね。ちょっとね、赤いのがね。うん、はい。で、こちらの背中のバイカラーも、ちょっとはっきりバイカラーっていうか、色が違うのが分かりますね。裏にすると分かります。で黒は茶系の方ですね、はい、黒もね、やっぱり裏にするとはっきり分かりますね。これ一枚仕立てなので、本当に軽くて、これもね、やっぱりあったかいのがやっぱり何しろ冬場はいっぱい効くもので、こういうあったかくて軽いのが一番いいですね。これだけしっかりしてると風そんな通さないですね、うん、これがね。で襟元がちょっとこうシャープなラインになるので、鈴木さんね、こういうふうにこうちょっとこう丸めにこういうふうに襟をこうね折っておくのは可愛いですよね。でこう詰めてもいいし、はい、でこれも後ろこうね、長さはい、そしてじゃあはい、はい、3つ後ろこうです、はい、はい、たくさん今
来ましたけど、お好きなねジャケットとかコートを皆さん見つけていただいて着ていただくと嬉しいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、商品の詳細が気になる方は佐藤専用オフィシャルサイトクロスイット をご覧ください。または取り扱っていただいている小売店の直営店でもご相談いただけます。グッドボタン、チャンネル登録もぜひお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。